ライアン・ジョゼフ・ジェネットは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身のプロ野球選手、右ト左ヒ現在はフリーエージェント。2009年の MLB ドラフト16巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、8月17日に契約。2010年に参加の A 級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズでプロデビュー。118試合に出場して打率。309。 九本塁打、五十五打点、十四盗塁を記録した。同年のミッドウェストリーグ、西地区のオールスターチームに二塁手として選出された。2011年は、A 級ブレバードーカウンティー、マナティーズでプレーし、134試合に出場して、打率、三百9本塁打、五十一打点、十一盗塁を記録した。六月二日には、同年のフロリダステートリーグ、 北地区のオールスターチームに2類種として選出された。2012年は AQ ハンツビルスターズでプレーし、133試合に出場して打率、293、5本類打44打点、11盗塁を記録した。6月7日にはサザンリーグ、北地区のオールスターチームに2類種として選出された。オフの11月20日にブルワーズとメジャー契約を結び、 40人枠入りを果たした。2013年1月25日にブルワーズと1年契約を結び、3月15日にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ移動した。6月3日にメジャーへ初昇格した。同日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。8点ビハインドの9回裏に代打として出場したが、ピッチャー頃に終わった。17試合に出場したが、 打率214と結果を残せず6月26日にトリプル A 級ナッシュビルへ降格した7月30日に最昇格も2試合の出場しただけで8月7日にトリプル A 級ナッシュビルへ降格しただが翌8日に聖ニルイッシュのリッキー・ウィークスが故障者リスト入りしたため最昇格した昇格後は2ルイッシュの定位を獲得し2割台だった 打率を3割台まで上げた。この年メジャーでは69試合に出場して打率。324、6本塁打、21打点、に投塁を記録した。2014年は、自身初の開幕ロースター入りを果たした。この年は、2類種のレギュラー格で起用されて137試合に出場して打率28。289,9本塁打、54打点。 6投塁を記録した。打者としては主に1、2番で起用され、得点圏で打率、327を記録した。2015年は出番がやや減少し、114試合の出場だった。打撃面では打率、264、6本塁打、29打点という成績を残したが、出塁率は、300を割り込んだ。2016年は136試合に出場し、 初めて規定打席に到達。打率、二百六十三十四本塁打、五十六打点、八盗塁という成績のほか二塁打も三十本放った。二千十七年三月二十八日に、ウェーバー工事を経て、故郷のシン新ナティレッツへ移籍した。六月六日に、本拠地グレート、アメリカンボールパークで行われた、セントルイスカージナルス戦では、二千十二年の、 ジョシュ・ハミルトン以来史上17人目となる1試合4本塁打、史上15人目となる1試合10打点、史上6人目となる1試合17塁打という大記録を達成。この年は規定打席にわずかに届かなかったものの打率295、27本塁打、97打点、オプス874と自己最高成績を残した。 2019年7月31日に後日、発表選手とのトレードで金銭と共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。8月27日に自由契約となった。登録名のスクーターはニックネームで5歳の頃にファンだったキャラクター人形に由来している。ある日、母親のティナとシートベルト講習を受けるため警察署に行ったが、その際に自分は 逮捕されるのかも。もし、本名を言ったら、逮捕されると思ったらしく、本名の、ライアンではなく、偽名として、スクーターと名乗ったことから、それ以来、スクーターという名前を使っている。ありがとうございます。